ようやく会えたわね。元気そうじゃない？まあいいわ、中に入れなさい。あなたの金玉を潰すわよ。ちょっと、ふざけんじゃないわよ。この豚、開けなさい。開けないとひどいわよ。えへ？何？意味がわからないですって？1ヶ月前に、私、言ったわよね。その堕落した生き方を改めなさい。もし、改善が見られなかったら、あなたの金玉を潰すわよ。って、言ったわよね。そしてあなたもそれを受け入れて、更生を約束したはずだわ。忘れたとは言わせないわよ。はあ？はあ？本気とは思わなかった。ですって？クズ。私が真剣な場で冗談を言うはずがないでしょう。私はね、甘くないの。あなたの、大好きな、優しい女の子とは違うの。やると言ったらやるわ。さあ、ドアを開けなさい。開けないと、この家に火をつけるわ。はい？開けるはずがないですって？クズ野郎め。私が女の子だと思って、舐めてるんでしょ。いいわ、これから火をつけます。どんどん燃えていくわ。いい気にね。あら、開けてくれてありがとう。最初から言う通りにすればよかったのよ。じゃあ、ズボンを脱ぎなさい。そうして、あんたの臭くて汚い玉を、テーブルに乗せるのよ。ハンマーで潰すから。何？もう、うるさいわね。今さら泣き言を言っても遅いわ。涙は情の通じる人の前で流すことね。さあ、行くわよ。あ、こら。待ちなさい。こら。それ以上逃げたらこの釜で、金玉どころか首をちょん切るわよ。ふん。そうよ、おとなしくしてればいいんだわ。ズボン。もういい。私が脱がすからあなたは両手を上に上げていなさい。手間をかけさせるんじゃないわよ。ふん。これがチンポこと金玉なのね。想像していたより10倍は醜いわ。金玉っていうくせに全然金色じゃないし、下水みたいに臭いし。あのね、私は処女なの。純潔を汚された気分だわ。気分が悪い。ええ？あなたも童貞ですって？見ればわかるわ。はい、じゃあ、テーブルを用意して。ええ？何？命乞い？大げさね、金玉一個潰したくらいで人間は死なないわ。でもいいわ。私も初めてだから、少しは緊張しているの。心を落ち着ける時間も欲しいし、反省の気持ちがあるんだったら、聞くだけ聞いてあげる。自己批判してみなさい。ふん。ふんふん。へえ。あら、わかってるじゃない。そこまで考えていたのね。少しだけ感心したわ。神聖のゴミくず、というわけではないようね。今のその思い、絶対に忘れるんじゃないわよ。じゃ、潰すわ。う、見るに耐えない。キモいを通り越してグロいわ。いい？もだえてないで、ちゃんと聞いて。1ヶ月したらまた来るわ。それまでに心を入れ替えて、真人間になるために、努力を積み重ねるのよ。もし1ヶ月後も堕落した生き方を続けていたら、もう一つの玉も潰すからね。一度もセックスしたことないのに、不能者になりたくないでしょう。それじゃあね、病院に行きなさいよ。